ウェルカムトゥー真夜中アリーナ。君が男の中の男になるための第一歩、基本中の基本をクマとリセちゃんで教えちゃるクマよ。クマでもわかるくらい超基本的なところから説明していくから、格闘ゲームに慣れてない人も安心してね。まずは基本的な操作についてクマ。キャラクターはレバーを倒した方向に動くクマ。こんな感じクマ。ダッシュするときは前に2回素早くシュババーッと倒すクマ。上に倒せばジャンプ、下に倒せばしゃがみができるクマよ。攻撃をガードしたいときは相手と逆方向にググイと倒すクマ。それと攻撃は右にある4つのボタンでできるクマ。 AB ボタンで本体が攻撃、AB ボタンでペルソナが攻撃するクマよ。ペルソナに攻撃が当たり続けるとペルソナブレイクになってペルソナが出せなくなるクマ。ペルソナへのダメージにも気をつけるクマよ。あとあとボタン同時をしていろんな技を繰り出すクマ。例えば相手に近づいて CD ボタン同時押しで投げ技が出せるクマ。ガードしてる相手でもおりゃーっと投げちゃうクマよ。お次はリセチンが基本的な技の出し方を教えるよ。まずは連打コンボ。相手に近づいて A ボタンを連打するだけで楽にコンボ技が出せちゃうの。お手軽。SP ゲージが溜まってれば SP スキルまでつながっちゃうよ。逆に相手に攻め込まれたら BD ボタン同時押しで逆ギレアクションを発動。相手からの攻撃を防ぎながら反撃する技だよ。でもこれは強力な技だからヒットポイントがちょっと減っちゃうの。注意してね。それと奥の手、 ACD ボタン同時押しのバースト技も相手の攻撃を跳ね返したり形勢逆転の大チャンス。1回使うとバーストゲージが回復するまで使えないよ。お次はボコスカアタック。 AB ボタン同時押しで出せるよ。当たったらすぐに A か B ボタンを連打で追撃のボコスカラッシュ。最後に C か D ボタンでボコスカフィニッシュ。相手をぶっ飛ばしちゃうの。続きまして SP スキルの紹介よ。溜まった SP を50消費して個性的なスゴ技を発動。ヒットポイントが一定以上減るとカッとなって覚醒状態に。SP ゲージが増えてさらに強烈な覚醒 SP スキルも解禁されるよ。まずはこのあたりをちゃんと覚えておけばいい感じだと思うよ。この他にもガチャガチャっとボタンを押してみるとコンボがつながったりするかも。いろいろやってみて気になりの戦い方を見つけ出そう。